スバルフォルティシモ -1300G。スバルフォルティシモ -1300G は、富士重工業、現、スバルが生産していた乗用車。1970年7月、スバルフォルティシモ -1 のエンジンを 1267CC へと排気量拡大して、内外層に大きな変更を行った。スバル1000のプラットフォームを継承した最後の自動車としても知られる。 1970年7月、富士重工業は、スバルフォルティシモ -1300G シリーズを発売した。G は、グレート、グレート、ゴージャス、ゴージャスなど、力強く豪華なイメージの英語の頭文字に由来している。スバルフォルティシモ -1 は、当時の大衆者クラスでは、唯一の FF 方式と、斬新で合理的な設計は高い評価を受け、 月版4000台前後の安定したセールスを維持していたものの、戦後の高度経済成長に支えられたマイカーブームで、当時の1000から 1300cc の大衆車クラスは激戦区となっており、など、のきなみ排気量拡大と豪華化が進み、販売サイドから早急な商品力のアップが求められていた。1969年のスバル1000から、 スバルフォルティシモ -1 へのマイナーチェンジからわずか1年での、やつぎばやの大規模なマイナーチェンジが刊行された背景には、発売以来指摘されていた、全国への販売、サービス網の整備がほぼ一巡し、各販体制が整ったことが挙げられる。スバルフォルティシモ -1300G は、エンジンをスバルフォルティシモ -1 の 100cc から 1300cc に拡大。 一方、従来の EA61 型もラインナップに残し、従来のスーパーデラックスをコラムシフトとフロアシフト明確に正確分けしたカスタム GL グレードの設定などバリエーションの充実が図られている。また、エクステリアもボンネット、フロントグリルをダイナミックな造形のものに変更。インストルメントパネルもクラッシュパッド一体成形の豪華なデザインに変更し、 大きく、イメージチェンジを図った。また、バンは 1300G が4ドアのみ、1100が4ドア、2ドア両方が設定された。1971年4月には、マイナーチェンジが行われ、トランクフードの形状変更、大型魚眼テールレンズの採用、新デザインのホイールキャップの採用、安全、公害対策装備の充実が図られた。 1971年10月、ニュージェネレーション、レオーネクーペの登場に伴い、まず、スポーツセダンが、カタログ落ち。1300G、1100ともども、セダン、バン、スーパーツーリングの車種体系になり、一時的に、後継者のレオーネとの併売となった。百七十二年二月、レオーネ4ドアセダンの発売により、1三百 g シリーズセダン及び、 スーパーツーリングが販売中止。セダンが1100.2ドアセダンのみ、バンが1100の4ドア2ドアのみの受注となり、5月のスーパーツーリング2ドアセダンエステートバンの発売により、完全に世代交代が完了した。1300G シリーズには、スバルフォルティシモマイナス1の EA61 型エンジンのボアを 6mm 広げ、 排気量を 1267cc とした EA62 型エンジンを搭載。80PS、6400rpm、10.1kg、M、4000rpm を発生。2ドアセダンデラックス、スタンダード、バン、4ドア2ドアには、従来の 1088cc エンジンも残され、スバルフォルティシも -1100 シリーズと呼ばれる。スペック、メカニズムに変更はない。 EA62、EA62S EA 型エンジンには、郊外対策として、グローバイガス還元装置、アイドルリミッターが追加されている。さらに1971年4月のマイナーチェンジで、スバル EECS と呼ばれる燃料、蒸発防止装置を追加。出力等に変更はない。スポーツセダン及びスーパーツイリングに搭載された EA62S 型エンジンは、 ゼニスストロンバーグツインキャブレター、デュアルエキゾーストパイプ、専用カムシャフトの採用、バルブタイミング、バルブリフト量、圧縮費を10.0に変更するなど、スバル1000スポーツ世代以来のチューニングを継承して、93PS、7000rpm、10.5kgm、5000rpm を発揮。オフながら 1300cc クラスでは、ホンダ1300の 115PS に次ぐ、 高出力を誇った。エンジンの 1300cc への増強とリアサスペンションの改良はモータースポーツシーンにおける一際際だった戦闘力をスバルフォルティシも -1300G にもたらした。国内ラリーシーンではクラス優勝はもはやスバルの独占上で 2000cc 以下では最強のラリーカーだった。当時主催者の曖昧な車両レギュレーション運営や その陰で横行する各社の過激なチューニングなどのハンディをものともせずに1970年、1971年と連続して日本アルペンラリーで総合2位に入賞。地方ラリーでは数多くの総合優勝を飾っている。また、ヒルクライム、ジムカーナ競技でも活躍した。また、1970年6月、メキシコバ・ハカリフォルニア半島を舞台とした。 オフロードラリー、第5回バハ500マイルレース、2、P ペトロスキーが出場。総合20位、クラス3位で完走している。この出場はプライベートによる出場だったものの、富士中工業製の車による初の海外ラリー参戦とされている。基本的にはスバル線、スバルフォルティシもマイナス1からのキャリーオーバーだが、リアサスペンションがスバル線。 スバルフォルティシもマイナス1の単造一本アームのトレーリングアーム方式からボックス断面を持つ後半製のトレーリングアームを採用進行方向に対して斜めにマウントしたセミトレーリングアーム方式となり左右のトーションバーを収納するクロスメンバーも右で独立したものに変更されセンタースプリング部のボルトによる車高調整機能は廃止されたこれは主に パワーアップに対応したものと言われ、スバル1000、スバルフォルティシもマイナス1に比べ、限界時の挙動、乗り心地がマイルドになっている。この変更は、1968年に、アメリカで、ラルフ・ネーダーにより指摘された、シボレー・コルベアの横転事故についての欠陥が大きく、クローズアップされていたためで、すでに、富士重工業も、1969年から、スバルフォルティシもマイナス1、 現地名、スターセダン、ワゴンのアメリカ輸出を開始しており、国内とは全く、スピードレンジの違うアメリカでの使用環境でも、安定性を確保することが重く見られたためでもある。エクステリアも、基本的にはスバル線、スバルフォルティシもマイナス1からのキャリーオーバーだが、ボンネット、エプロン、フロントグリルなどの異常を変更。ボンネットは、前後方向へのプレスラインが増やされ、 フロントグリルは、プラスチック一体成形の大型のものとなり、中央に六連製と G をあしらったオーナメントがつく。また、ヘッドライトリムも大型のプラスチック成形のものに変更。さらにエプロン部の開口部も大型化され、サイドターニングフラッシャーも白からオレンジへ変更。従来のスバル線、スバルフォルティシもマイナス1から大きくイメージを変えた。リアは、テールライトガーニッシュの変更のほか 従来、テールライトと一体だった、バックライトが、テールライト内側に独立した。スバルフォルティッシモ -1100 シリーズもエクステリアは、共通だが、フロントエンブレムが6連製のみのシンプルなものになる。スバルフォルティッシモ -1 でデラックス以上に、標準だった、バンパーのオーバーライダーは国内向けは廃止された。1971年4月のマイナーチェンジに伴い、 スバルフォルティシモ -1300G シリーズはフロントグリル内のモールの衣装変更、テールライトを従来の平型の四角のものから大型の異形魚眼タイプのものへ変更した。トランクフードの形状変更とオーナメント追加を行っている。また、スバルフォルティシモ -1300G シリーズ標準車のデラックス以上のグレードのホイールキャップの形状変更。 スポーツセダンのホイールキャップが、後のレオーネ GSR と共用のものとなっている。レザートップ、ボンネットストラップ、ノーズフィンなど、外装関係のオプションも多数用意されていた。スバル1000、スバルフォルティッシュもマイナス1の棚型形状から、1体、成形クラッシュパッドの豪車なものに変更され、大きくイメージを変えている。標準車は2個の円形メーター。 スポーツ系が3個の円形メーター構成とされている。1971年4月のマイナーチェンジで、衝撃吸収ステアリング、エアフローベンチレーションシステムを、再、オプションで、クーラーの装着も可能となり、安全性と快適性の向上を図っている。カスタムのみに、リアネス線でフォッカーを装備。スポーツセダン、スーパーツーリングに、大型センターコンソール、樹脂製ウッド風。 センタークラッシュパッド付きステアリングを装備。初のスバルオード、スバル1000のトランスミッションの後端にプロペラシャフトを繋いでリアアクスルを設けてオード化することが容易であることは開発段階の初期から富士重工業社内でも指摘されていた。しかし、当時の日本で四輪駆動のイメージはジープタイプの特殊な自動車であり、マイカー時代を迎えて 一家に一台と言われ始めたとはいえ、スバル1000が採用した FF 方式の認知さえおぼつかない状態であり、まだまだ乗用車と王道を結びつける必然性がなかった。1970年、東北電力から一スバルディーラーである宮城スバルにジープより快適で通年使用可能な現場巡回用車両の開発要請が寄せられた。当時、東北電力では 陶器の現場巡回用にジープを使用していたが、陶器と火器で車両を使い分けていた。その理由として、などが指摘されていた。こうした指摘は、ジープがアメリカ陸軍の依頼を受けて開発され、1941年に正式採用された軍用車であり、いくら改良を加えているとはいえ、当時でもすでに登場から30年が経過していたことを考えればいた仕方のないことであるが、 当時の日本では、こうした用途に使用する自動車は、ジープタイプ以外、選択肢はなかったのである。東北電力からの打診を受け、宮城スバルでは、スバル1000番に、スバルフォルティシモマイナス1の 1100cc エンジンを搭載した車両に日産、ブルーバード、510型のリアアクスルを装着して、室内を貫通する、プロペラシャフトのカバーを設けた試作オード車両を開発。 1971年2月から山形県合算周辺の積雪地帯でテストを行ったところ、ジープには積雪、悪路等波性では及ばなものの、従来の乗用車とは比較にならない性能が確認され、関係者の間でも非常に好評だったことから、開発作業を富士重工業、群馬製作所へ移管し、1971年3月、 新たにスバルフォルティシモ -1300G 版をベースにした試作車が2台製作され、商品化に向けての本格的なテストが開始された。富士重工業本体による開発テストでも、高い走行性能と従来のスバルフォルティシモ -1300G と遜色ない快適性が確認され、早々に市販が決定したが、当時、スバルフォルティシモ -1300G シリーズは、 新型車レオーネ移行することが決定しており、スバルフォルティシも -1300G1-4WD は、レオーネ 4WD のパイロットモデルとしての役割に、止めることもまた決定された。ここに、水平対向エンジンを核とする左右対称の、シンメトリカルオードの原型が完成した。また、この開発期間で、新たに、FF とオードを切り替えるトランスファーレバーが、追加されている。 1971年秋、第18回東京モーターショーに出品。展示ブースでは、FF のスバルフォルティシも -1300G 番と並べて展示され、リアークする下の床にミラーを設置。ボードをアピールしようとしたが、外観では、車高が 20mm 上げられた以外、何の変哲もない隣の FF のスバルフォルティシも -1300G 番と全く見分けがつかないため、 急遽、ボディサイドに、スバル 1300GVAN4 輪駆動車等を書き、することになったというエピソードがある。この、第18回東京モーターショーでは、商用車間への展示にもかかわらず非常に注目を集め、富士重工業の関係者は、乗用車ベースオードの潜在的な需要が、決して少なくないことを確信しという。スバルフォルティシも1 3 0 0 g n 4 WD は合計8台が制作され、5台が東北電力に、また長野県白馬村、役場、長野県飯山農業共同組合、防衛庁に、それぞれ1台ずつが納入されたと言われている。現存するのは1台のみで、2008年に富士重工業自身の手によるレストアを完了。各地のイベントにおいて公開されている。近年宮城県で、 個人所有のフォルティシュも -1300G 番 4WD が発見されたが2011年3月11日の東日本大震災で被災主体破した。当社両は震災直後に解体され現存していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。